よっしゃ、こんにちは。よっしゃ、よいしょ。お疲れ様です。お疲れです。いや、今日はですね、はい、ちょっとこうホテル来てもらいましたけど、はい、やっぱりね、僕はあのマッキーとよくいて、はい、一度はこれちょっと撮りたかったなって思うことが、はい、サッカー選手、はい、前日にホテル泊まるじゃないですか、はいはい、なので今日ちょっとそのホテルに泊まってなんかどんなことを試合前にやってるかみたいな、はい、そのなんか試合前日ルーティーンみたいなのをね、ぜひともちょっといろんな、まあ、ないよね、なかなかこれないない、聞きたいし、やってる選手いないね、うん、そう、まあ、俺らはさ当然のようにホテルで過ごして試合に持っていくけど、そうだよね、みんなからするとそれが当たり前だと思ってないから、うん、いよいよ今日じゃあちょっと試合に持っていく荷物なんかも含めてちょっと皆さんにお届けできればなと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。試合前日にホテルに泊まる理由からちょっと聞きたいです。なんで泊まるの？教えたくないんだけど、ね、おいおいなんか僕らサッカー界、まあ、サッカー選手はやっぱりこう試合の前、まあ、逆算して、前日からですね、まあ、アウェーの地はやっぱり飛行機とか新幹線とか長距離の移動とかもあるんで前乗りするっていうのは当たり前なんですけども、ホームで全泊するホテルに泊まって時間を過ごすっていうのは多分一般の人からすると当たり前じゃないと思うんですけども、なぜそれをするかっていうと、やっぱりまずは家族がいたり、まあ、子供がいたりペットがいたりとかって一人一人多分いろんな環境に身を置いてると思うんですけど、試合のモードにする、試合に集中する上で、1分1秒無駄にしないっていうことを考えた時に一人の時間を作る空間っていうことで、まあ、ホテルに缶詰というか入って、集中するっていうのがごくごく当たり前の理由だと思います。一番するのは次の日の対戦相手の情報映像なんかを結構頭に入れるっていう作業してますね。やっぱり僕は相手のストライカ ー、フォワードの選手、キープレイヤーの選手の映像なんかを見て、まあ、頭に入れるのと、あとは相手の試合全体の戦術とか、近々の試合ですね、 2,3 試合前ぐらいから戻ってどういうサッカーしてんのかなとか、チームの状態どうなのかなっていうチェックと、自分でどういうプレーをできてるのかってやっぱ自分のことを知るのが一番だから、まあ、それをしっかりと勉強じゃないけど頭に叩き込んで、うん、っていう時間にするから、試合の当日自分の家から試合に行くっていうこのメンタルを作っていくのが俺結構難しくて、やっぱりホテルに入ってしっかりと試合モードで入りたいっていうのがあるんで、まあ、そこら辺は家族の理解をもらいながらですけどね、うん、はい。もうなんかあれです、緊張とかそういうのない？緊張はないけど程よい緊張を自分で作るようには意識はしてるんだけどね、うんうん、あの日のあのプレーとかあの日のこの試合忘れられないっていうのをちょっと思い出してさ、そういうモードに入ったりはするんだけど、あ、映像見ながら、そうそうそう、モチベーション高く保つとかね、うん、ちなみに今まで緊張した試合ってありますか？いや、常にどんな試合でも緊張はしてるよ。だからその緊張を楽しんでる緊張なのか、自分がこうもうガチガチになっちゃう緊張なのかって分かるじゃん。だから常に自分は楽しんでる緊張感があるね、うん、でもそんなとこじゃないでしょ今日聞きたいの。え、まあまあまあ、俺が前日ホテルに泊まって、うん、まあまあこういうことしてますよりも、うん、今日はでもさ俺の持ち物じゃないの？持ち物もすごい気になるでしょ、うん、選手ってさあのバスから降りてくるとこ結構カメラわーって抜かれてんじゃん、ね、ヘッドホンつけてるとかなんかこうコロコロ持ってるとかリュック持ってるって、うん、あれ何入ってんのって気にならん？すっごい気になる。気になるっしょ？すっごい気になる。俺も気になるんよ、みんな何持ってんのって、うん、だってさ何も持ってない人っているんだよ。俺からすると結構コロコロなのね、いつも、うん、俺結構前日でもさ結構1週間ぐらい海外旅行に行くんじゃねえかっていうぐらいのバッグに結構荷物バーって入れてるから、大きいトランクでね、大きいやつで、うん、だから手ぶらとかリュックでスタジアム入りする人とは俺荷物の量が全然違うから、今日は僕がいつも持ってきてるようなちょっと中身を皆さんちょっと紹介したいなと思います、うん、さあ早速見せてください、はい、見せちゃう？はい、みたい。そんなにそんなそんな女子じゃねえってことね。何はい、はい、こんな自分でハードル上げてなんですけどねまた綺麗に入れるね。いやいやいや、イージー、こんな俺荷物からしたら全然あれよ、うん、どれから説明してくる？え、俺言っていい？気になるところ、うん、これ
え、これ俺これ今めっちゃ欲しいの。あ、そう、めっちゃ欲しい。え、知ってるこれ。あ、知ってるよ。え、ハイパーボルト知ってる。知ってる知ってる知ってる。え、みんなやっぱ持ってんの。いや、俺は持ってなくて欲しいんだけど、うん、やっぱりね、庶民にはなかなか手出ないんですよ、ハイパーボルト。これね、遠征にはもってこいだよ。さっき全泊って言ったじゃん、うん、これ新幹線とかね、うん、まあ、飛行機ではしないかな、長距離のバスとかも持ち込んで、これ先っちょ変えられるんですよ、うん、あの僕はこれやってるんですけど、こう自分の好きな先端に4つぐらいあるんですけど、変えられてこう先っちょつけて、これはね結構使えるんですよね。で、移動中もやる。やりますよ。これで、そうだよね、これでこうやってもうほぐれですよ、うん、うわ、それいいね、これ最高っすよ、うん、いやさ、俺ね、うん、腰悪いのと、うん、あと、うん、運動する前にもも裏が俺ね、うん、すごい固まっちゃうの。腰用ももも裏用もあるからね、これこれね、足の裏これ最高だからね。でしょ、足の裏、足、これ足の裏も最高だよ、でこれ何がいいかって、最近これハイパーボルトがなんとね、圧迫の機械出したんよ。だから寝るときにブーツみたいに、うん、あの足履いてやるだけでむくみが取れるってね、女性にはもう最高だよね。まあ俺らにも最高だよ。でも女性なんかセルライトとか気になるじゃん、うん、もう寝てる間に30分わー圧迫すれば、すぐもう足とか綺麗になる。これアスリートも結構みんな持ってる、みんな持ってるよね。結構持ってる、結構持ってる。マジで欲しいそれ。これ意外でもね、うん、値段するよね。8万ぐらいですよ、高い。でも8万円するけど、移動とかでむくむし、張ってくる部分を全部ほぐしてる。これ最高、うん、これ最高。じゃあこっちに置いていきますね、はい、あ、知ってんだ。知ってるよ、めっちゃ欲しい。じゃああと俺が絶対必需品なのはもうこれかな、スピーカーいやーもうねあのかれこれこのスピーカーにはもうお世話になってまして、はい、2018年ロシアワールドカップにも連れて行きましたし、はい、飛行機の中で、グループリーグを突破した後、本田圭佑選手が飛行機の中で熱唱したんですけど、その時にも役だったり、あの話題になったし、ね、話題になったやつね、うん、でバースとか、まあ、ホテルもそうですし、あとは、試合前のロッカールームでこれガンガン音楽流してみんなで歌って踊ってるんですけどね、うん、はい、もうスピーカーはもう必需品ですね、遠征には。ちなみに試合もこれナイトルーティンなんで、うん、夜とか部屋で聴くときのなんかおすすめ曲とか聞きたいな。俺はエド・シーランかなそれさ、さっき車でも聴いてた。あ、聴いてた、聴いてたよねエド・シーランはね、夜もぴったりよ、うん、寝るとき、まあ、風呂でゆっくり浸かるときとかも最高だね。うん、うん、まあスピーカーですね、はい、で、まあスピーカーからの、まあ、僕がいつも試合前に、うん、スタジアム入りするときに必ずつけてるヘッドホン、うん、はい、これヘッドホンなんですけど、よく見ていただきたいんですけど、これ実はですね、ダゾーンさんからダゾーンの彫りと自分の僕の名前が入ってて、ダゾーンアンバサダーやってるときにですね、これをプレゼントしていただいて、そうなんですよ、これをつけていつもスタジアム入りしてます。すごい、めちゃくちゃ音良くて、うん、まあ、Bluetooth だし、うん、でこれつけてですね、まあ、こうやった髪の毛があれなんですけど、こうやって、うん、これでいつもスタジアム入りします。ちなみに試合前に聴くその曲は、はい、これさ、俺、はい、サッカー選手友達何人かいる中で聞いたことあるのは、うん、ヘッドホンしてるふりをする人もいるっていう。いるよね俺結構してるかも。そう、俺さ、違う、なんかバスの中とかはするのね、うんうん、でもスタジアム入るときってさ、やっぱファンの声援とか相手サポーターの声とか聞きたいわけ、うん、で音楽聞いてるふりはするんだけど、うん、実は音楽流れてなくてここにいた、こうしてここにいた、まあ、あのファンが何言ってて聞こえてるみたいなねここよく知ってんね、うん、そう、俺あの時音楽聞いてるんで、実は聞いてないのか恥ずかしいよね、聞いてない、はい、まあ、でもそのヘッドホンはいい、これかっこいいでしょ、うん、ね、使わせていただきます、うん、で、出して、まああとはもうこれね、結構この、まあ、もう どうでもいい風呂なんですけどこの中にいっぱいコードが入ってるんですよ、充電とか。そう、まあ、これ充電なんですけど、まあね、携帯の充電、 iPad の充電、なんか、移動のゲームの充電器が入ってるんですけど、うん、意外に僕が大事にしてるのがこれね、ちょっと見てもらったら分かるんですけど、さっき試合前何してますか、あ、ホテルで何やってますかって言ったじゃないですか。これをテレビにつないで iPad とこれをつなげば iPad の映像がテレビに出るんですよ。
でより大きな画面で試合の映像とか相手の情報とか、まあ、さっき言った自分の練習の映像なんかも見てこれで研究してます。これ意外にね、使えます。てかそこまでしてたんだね。やってるやってるやってる。だからこれ映像自分の携帯とかをつなげるやつね、HDMI をつないでテレビでやってますね。これこれ結構使える。結構やってる。恥ずかしい。いやでもすごい。本当？さすがですわ。あとはこれ意外にね、サッカー選手あるあるだけど延長コード俺持ち歩いてます、うん、これめっちゃ大事だね。やっぱ寝る横に充電器がないとき嫌だよ ね, ね, 寝るね、充電器がコンセントがないホテルが多いんでこれを常に持ち歩いて机の上にガチャンって刺して、あ最高最高最高、ね、っていうのをやってる。でこれがコードで、で最後になんか、まあ、気になる、まあ、ポーチがあるんですけど、まあ、化粧ポーチですよこれね、うん、結構見ない選手がバスから降りるときにみんなこうやって持って入場するとことか。何入ってんのでしょ。財布とかあれめっちゃ気になる、うん、あれめっちゃ気になる、うん、気になる。俺も選手何入れてんだろうと思うんだけど、じゃあ僕が何入れてるかね、うん、じゃあ一回見せるね。これなんか、うん、突撃とかで他の選手見たいね。やりたい、やりたいね。俺さ何入れてんだろうね今の開け方開け方いや開け方なんかいいよ。まあ一番大事にしてるもの、まあ、僕のこの髪型を作る上でもう絶対に大事な、まあハルテンのジェルですね、うん、これがまたねたまらんのよ。ハルテンさいろいろ出してるじゃん、うん、俺結局これに戻った。めっちゃいいでしょ。匂いたまらんよね。匂いは最高。本当に最高。最高でしょ。だってもう開けたらちょっと匂わん。マジよ。このジェルはもう最高だね。でこのジェルを今入れてます。これどうしちゃおうかな。じゃあ一旦置きましょうか。こっちここに置いてったらいい。あそこでもいいですよ。でまあ香水ですね、うんうん、自分がいつも練習とか試合でこれをつければもう試合モード、何もう対戦モードになる、うん、要はスイッチを入れるってこと、ね、スイッチを入れるための香水ですね。で、もうちょっと細かくいけば髪の香水もあって、うんはいはい、これ体の香水や髪にも香水がある。髪の毛に香水ってあるの？あるんですよ。匂い混ざんないの？匂い混ざんないんですよそれが。人が通るこの体の一瞬の動きと頭が通るこの一瞬の動きの匂い2段階で楽しめれるっていう、うんうん、ちなみにちょっとそれるんだけど、うん、試合中にこいついい匂いだなって思ったことある？全然あるよ。だからやっぱ街とか歩くじゃん、うん、一般の方とパッてすれ違ったらおあいつの匂いとか、うん、あいつ いるのかなとかってなるよ。うんやっぱウガがさ香水つけんだけど俺いつも思うんだけど、うん、ガンバ大阪にいるパトリック選手いるじゃん、はいはい、パトリックが使ってる香水とウガが使ってる香水って一緒なんよ。へでウガがやっぱ通るとパトリックいんのかなって思うもんねそれぐらい対戦相手の匂いって覚えてる。やっぱり刺激になるからさ。でまあジェルでしょ、香水でしょ、うん、であとはまあ化粧水ね、まあみんな使ってるような化粧水、うん、で化粧水で一あとは普通ですよ、まあ、リップとか、うん、俺これ大好きで、うん、あの発火の匂いをあの鼻入れるんだけどもうこれスーッてするんだけどこれで鼻通りよくする。まああとはどうだろう、あとはモンダミンかな。でかいモンダミン入ってんのなんでモンダミン、えなんでモンダミン入れないの。俺はあまりモンダミン使ったことないから。えそういうところに気使った方がいいよ絶対。え歯磨きしてるでしょ。歯磨きしてる。1日2回すんじゃん、うん、じゃあこう食事とかすんじゃん、うん、じゃ寝る前するじゃん、うん、寝てる時ってどうなるか知ってる。え口の中で細菌増えるから、うん、起きた時にやっぱスッとして起きたいわけじゃん。はい。わかる？体をきれいにするのも大事だけど口の中もきれいにしないと。へえ。一つ一つ年重ねたらどん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 匂い出てくるよそれぐらいさっきさ俺言ったじゃん、はい、あの自分が出してる髪あジェルの匂いも大事にしてる、香水髪の匂いも大事にしてます、やっぱ口の匂いも大事にしてるっていう意味でこれ結構当たり前のように出てるね。しかもこれあれなんですか、夜用？知らないのこれも夜用でだからね。これ今までとは違うからこれ絶対使った方がいい。サッカー選手結構使ってると思うよ。これ大きいでしょ。でもこれやっぱ遠征用だからこのサイズだけど家用はもっと大きいからね。へえ。まあでもこういう感じで
入れてってます。あとは自分の七三を作る上で大事な串を入れてます。こんな感じかな、荷物すごいね。え、どう実際に見てみて。いや、まずはそのなんか匂いとかそういうところにやっぱり、うん、なんて言うんだろう、身だしなみ含めてすごいケアをしているんだなっていうのは感じた、うん、いや、めっちゃ気使ってるかも、うん、女子力高いっていうもうそうだけど、まあ身だしなみだよね、うん、なるほど。だってさ、テレビを通して匂いとか分かんないじゃん、うん、でもやっぱりこう人と人だからマークする相手に対してもさ、エチケットじゃないけど、きれいにしとかないと失礼ないように。確かにこうやってマッキーの撮影をよくしていく中で、うん、なんか新しく人と出会う時とかあるじゃん、うん、大体第一声みんないい匂いって言うよね。ああ、言われてるよ。あ、本当？うん、学園の時の小学生まで言うからね。言ってる言ってる。あ、そう、言ってる言ってる。嬉しいね。でも匂いってさ、人を記憶するじゃん、大事じゃない。あの人ああいう匂いだったとかさ、体いい匂いなのにあの人ちょっと口臭いって言われたら嫌じゃん、もったいないね。でしかもまあ僕もう34なんですけど、これからさ一個一個年重ねる中でさ、口臭いとか言われるの嫌だもん。なるよそういうのはやっぱ気使っていかないとさ、うん、なるほど、うん、ダメよ歯磨きして、ね、寝て OK だと思ったら大間違いだからねっていう感じですね。こんな感じで、うんうん、いつも遠征行ってます。なんか、うん、今回こうやって持ち物チェックみたいなことをしたけど、普段の持ち物チェックも今後なんかいつか出していきたいね。結構なんか一個一個に、うん、なんかこだわりあるっしょ、うん、そうなんよ。思った、こだわりあるんよやっぱり。本当だったら今ないんだけど、試合に行く時には絶対にこのパンツを入れるっていうのやる、うん、へー、だいう勝負パンツ赤、いや違う、前はふんどしだったんだけどね、うん、出るかな、ここに出そう。俺が赤ふんどしだった、うん、前は赤ふんどしだったんですけど、今はナンバーワンって書いてあるパンツを履いて試合に行くようにしてるんですけど、うん、それも写真後で出しますね、はい。いや、今日こうやって紹介してもらいましたけど、うん、結構面白かった。嘘、めちゃくちゃ面白かった。やっぱりなんか普段から結構気にかけてるじゃん、うんうん、なんかそれをなんか皆さんに知ってもらえるなって思って、うん、やっぱりそのホテルに泊まるとか荷物を持ってくっていう、これが俺にとっては当たり前だしあるあるなんだけど、うん、これを見てくれてる人からすると、あ、そうなんだっていう新しい発見あるじゃん。やっぱ人によって違うけどね、選手によってやっぱ中身は違うんだろうけど、うん、ね、そういうのはちょっとずつ出していって、サッカーの面白さとかね、違う角度でこう伝えていければいいかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後にもう一個だけ、はい、その T シャツも気になった。俺ホーリーシッター知らないの最近来てるよって、うん、俺がこれ流行らそうとサッカー界にしてんだけど、うん、ちょっとみんなホーリーシッターってちょっと調べてもらって。かわいいでしょ。かわいい。え、どう、かわいいでしょ。かわいい。今度コラボして出しますんで、はい、はい、かわいいよね。かわいい。ホーリーシッター、信じられないって意味あるねじゃあありがとうございました。ありがとうございます。また次の試合も頑張ってください。ありがとうございます。